ETP リンゴチャンネル、イエイエイイエ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 イ。これは第6回、ね、6回ですね、6回です。ありがとうございます。このありがとうございます。はありがとうございます、はい、このチャンネルは、地球テーマパーカーアナムサキとたおやかなサスライヤーエイコでお送りいたしております。イエイってことで、イエイ第6回ですけども、はい、今日のテーマは、今日のテーマはあのお金のいらない国っていう本をまあ元に、こうお金のいらない国に行ったら何したい？はあ、またいいテーマ持ってくるね。たおやかなさすらいやーさん。ああなるほど。お金のいらない国にいた何をしたいか、え、うん、はあ、え、これ何をしたいか、これ、うん、なんか どういう質問で捉えたらいいんだろうかと思ってて、うん、そうかそうか、確かに。でもそうか、なんかさ、うん、今ハートプレスパークが財団法人設立に向けて動いてるんですよ、うん、で、その私もお金のいらない国っていう本知ってるんですけど、うん、うーん、まあ言うたらこのお金のいらない国創造のためのなんかこう、うん、活動をしていくみたいなのがハートプレスパークかなと思ってるんだけど、そうね、なんかお金のいらない国になっているっていう、うん、その世界はハートインプレスパークがやろうとしていること、うん、特にありがとうパレードさんと一緒にやろうとしていることがもうビジョン通り、うん、カン終了できましたってなったら、うん、あのまあ、世界中で一緒にもう同時多発でみんなで祭りをしているっていう状態だと思うんですね。まあその世界に行った、なんていうのかな、なんかその世界に仮にみんないるとしたら、うん、あ、なるほどね。だからみんなで一緒になんかこれ想像したらいい質問な気がして、うんうんうん、まあ、その世界に行けたとしたら、うん、何をしていますかっていう問いに答えられることを今すぐやればいいってことだと思うんですよね。うん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 、そうで、今ちょっとこう美咲ちゃんの話を聞きながら、うん、そっか、お金のいらない国で生きているっていうことはもうすでにみんなが木の花が咲いているっていうことなんだなっていうのをすごい思った。そうなの、そうなの。結局お金のいらない国をどういうふうに作るかってみんなが夢を叶えてる状態、まあだから、うんうん、もうなんかそれがなんていうのかな、それこそ、第4回第5回でお伝えした、うん、4つの意識アートで生きるっていう段階がありますけど、まあ、私たち自身がカオスから二元になり、二元から統合になり、統合からアウトになるみたいな感じで、うん、あっていうのと、あと裏技あったじゃないですか。一気にアートバーンっていうのあったじゃないですか。人間がそうであるように、なんかその、うん、結局すべて掃除系なので、うん、ハートインプレスパークは割と、うん、カオスから分離の世界を一回作り出して、分離の世界から統合していって、うん、そこからみんなでアートしていくっていうのを表立ってはこう、その地球全体っていうのを見たら、その、うん、その進み方で仕掛けるみたいなことを、その企画とかで、
やっていくっていうことになると思うんですけど、うん、一方で、うん、そのやっぱりいきなりアートっていうことをやるっていうのもすごく大切で、うん、まあハートインプレスパークがやっているっていうことに関して言うと、フリーハグがまさにその活動ですよね。もう、うん、むしろもうなんかそのお金のいらない国というか、人に言ったらお金のいらない国っていう言い方だし、我々が言ったら地球テーマパークっていう言い方だし、愛の星ニュアンスなんちゃらかんちゃらっていろいろあると思うんですけど、そのみんなが見ている夢の国、うん、夢の地球っていうところからも遊びに、現代に遊びに来てるんだよっていう世界観でフリーハグをやってるわけですよね、うん、なんかすごく両方やっぱり大事な気がしていて、うん、今エコちゃんが言ってくれたように、もうそのお金のいらない国に行ったら何をしたいですかっていう問いは、あなたはアートとして何を夢を叶えたいですかっていう問いにも聞こえるんですよね。うん、あなたがアートとして表現したいことは何ですかっていうふうにも聞こえて、うん、私は喋りは一つありますよね。うん、は音楽も歌を歌うとかもあるし、あとは作詞、歌を曲を作るとかもあるし、うん、今見えてるのだと中心的にそうやって、あとハグも一つのアートだと思ってるので、うん、何なんでしょうね。ああだから それって言うと、もういや瞬間瞬間感じて動くをやるだけだよねになっちゃうんだけど、まあ要するにもうすでに美咲ちゃんはやっていることそのまんまっていう感じやね。そうね、だからそれがなんていうのかな、でもさ違いがあるのは、うん、ある種私は個人としてはお金のいらない国に来れているとも言えると思っているんですけど、だから、美咲ちゃんは変わらないよねっていうのは、それはその美咲という個人の枠で見たらその通りだなというふうに思うんですけど、うんうん、とはいえ今周りを見ていた時に、地球全体がお金のいらない国っていうふうにはなってないので、外へのアプローチの仕方としてはそのいろいろ分離な世界とか、無意識になっちゃってるカオスの世界とかっていうのがある世界に何をアプローチしようかっていうのが今この瞬間私が感じた時の表現っていう風になるわけですけど、うん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 、じゃあ地球がお金のいらない国になっちゃってたら何をしてるんですかをやっぱりなんか思い馳せるってなんかすごい大事な気がして、そうね、じゃあなんかそのこのいろいろ問題解決っていう風にやってって、じゃあそれがなりましたってなった時に自分やることないとかってなると、結局その、うん、そこでズーンってなる人が出てくる。じゃあ結局繰り返すと思うので、今から一人一人がこの問いに答えられるっていうのがすごい大事な気がするんですよね、うんうんうん、お金のいらない国に行ったら何をしていますか。今の私の夢で言ったら、うん、いやアコーディオンでなんかそのね宴みんなの伴奏とかできてたら超いいかもとか、うん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 、それをやっぱり今から実現するっていうのが今一つ私が目標としている課題の一つかもしれないし、うんうん、とか、いやすごくいい問いですね本当に。金のいらない国に行ったら何をしたいですか。みんなが光り輝いている世界ね、ね、本当だね。だからあなたは何をしたいですか。そしてそれはきっと今あなたがしたいっていう、今したいっていうことの中にある、うん、でそれが分かんないと思っててもそれでよくて、今にいるっていうことを突き詰めてただ行けばいい、うん、そしたらふんポッと出てきたそれを、だからあの順番を問題解決したいからこれをやろうって、うん、っていう順番にするんじゃなくて、うんうん、今私は何をしたいんだろうかっていうことを一番最初にして、
それをやりたいことをやってったら、それが結果的に、あ、もう自分はアートの表現をするだけなのねっていう人もいれば、結果的にその順序を追って、その一回周りに人間になってもらう、それは知ってもらうっていうことの情報発信かもしれないし、その先に、統合するような何かっていうのをアクションするのかもしれないし、うん、なんか人によってそれはきっと出てくることが違うと思うんですけど、うん、なんか知って、なんか知って、これをこうしたい、知ってもらいたいから、じゃあ何をしようかっていうところから始まると、自分の命を輝かせるっていう順番にならないと思うんですよね。だから本当に瞬間瞬間感じて動く、感じる、感じる、でやりたいことが出てくるというところから始まるということがすごく大事な気がしますね。うん、確かに、なんかね、そう、確かにこう感じてる動くっていうよりは、うん、こう何かしなきゃ的な感じで動いてる感じが多いもんね、やっぱり。なるほどね。うん、あ、そうね、問題解決とかだと確かに本当そう、そういう表現になりますね。うんうん、なんか夢を叶えって言ったら勝手に問題解決になっちゃってたがいいですよね。いいね、いいね、うんうん、なんか自分がそれいいね。そうそうそう、なんかしたいって思っちゃったことがよくわかんないけど、じゃあしたいからしてみよう、その夢を叶えてみよう、ね、ん、これなんか後から考えるとどうやらこれの解決になるんじゃないか、後付けみたいな。でその後付けにその、うん、何かしなきゃっていう風なこう考え方の人たちがその後付けで仲間にできるなら、うん、なら別に後付けだし、それは真実だし、それをすればいいだけで、なんかその、うん、なんだろう、この解決のためにっていうところから入れてるとどうなるかっていうと、結局その解決のために解決のためにってやってると、夢の入れ方が、そのものがあるっていうところから夢が入れてるので、例えば戦争をやめさせるためにっていう風にやってると、戦争があるっていうところから出発してるから戦争がなくならないっていうことが起こるけど、そうね、そうね、そう、ただ自分が今この瞬間やりたいこと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 感じて夢、それ人によっていいと、なんだろう、表現は違うけど、ただ今この瞬間を感じて出てきたこととかっていう言い方もあるし、やる感じがするからやるという人もいるし、ただこの瞬間を感じて、うわ、これやってなったやつをやっていく、その順番じゃないと本当にしたい世界は、したいというか実現したい世界はならないし、逆言ったらそのやり方さえやってれば、その主体世界っていうのは勝手にみんなで競争される、共同創造されるっていう風にならざるを得なくなる。だって本当に本当に深いとこ感じていったら、そのみんな集合意識でつながってて、その集合意識というところを結局愛に、本当に深いところも愛につながってるしかないんだから、うん、でそこはもともと一つなんだとしたら、うん、そのもともと一つの望みがあって、うん、その望みをつながらざるを得ないわけだから、うん、まあそうなるよね。で それの一端を、一人一人が一端を担う、一端を担う、一端を担うっていうふうにやっていくわけだから、うんうん、ただただそれをやればいい、終了みたいな。そうだね、本当だね、うん、いや、よくわかりました。私も喋りながら。ということは、やっぱりまずは、まあ、4回目、5回目で話した内観だったりとか、五感を感じることっていうところっていうのは、本当大事なことだね。そうだね。夢、夢。ね、そこを感じて、出てきたやりたいことをやっていけばいいんだね。そうだね。あのさ、なんか今思い出したことがあるんだけど、うん、それ聞きながら、エコちゃんの聞きながら、その内観とか大事だよねっていうので、もちろんその内観っていうのが自分の、まあ、中を、その深い望みを見つめるみたいな意味合いでの内観っていうのもあって、それがこう、うん、このさっきまで話してたこと
を指すこと、五感を感じて今出てくることをやるみたいなことだと思うんだけど、なんかね、あのカバラの生命の木ってあるじゃないですか。はい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 、うん、で、あの生命の木って実は、うん、なんていうかな、あれがひっくり返った死の木っていうのがあるんですよ。死、うん、デッドね。で、うん、それなんか、なんだろうね、死の木ってやったらもしかしたら検索で出てくるかもしれないですけど、うん、その記事で私がなんかその学んだのが、うん、大切なのがさっき言ったそのひと 天から出ているっていうこと、つまり天からっていうのがつまり五感を感じるっていうこと、まあ私がやってるエネルギータッチはまずそこにチューニングするっていうところが始まるんですけど、うん、ちなみにエネルギータッチは今の2018年12月現在の名前的には五感ワークと宇宙の音楽っていう名前のワークショップがあって、うん、そこでは、小規模でやるやつに関してはエネルギータッチも、やってますんで、興味のある方はぜひ来ていただきたいんですが、うん、その、まあ、何が言いたいかってエネルギータッチっていうので、まあ、その点から天とつなぐ、まずつなぐ、天地人ですね、全部つなげるっていうことで、人は自分自身とか五感を感じるっていうことで自分自身としっかりとつながれるの でそこでまずその個であるということにまずつながることが必要なんですね、五感を感じることって。で個であるじゃないと他の人のやつまでいろいろ取っちゃったりすることもあるので、まずは五感を感じて個であるということをやる。で しかもそこが今にいる、五感を感じるイコール今にいるっていうことだから、うん、その、うん、なんと言いますかね、まあ、その世界ですね、その天地人がつながった世界の入り口というか、つながった世界にアクセスすることのまずなんかこうだ、うん、第一条件といったらいいんですかね、うん、っていう感じで、まあ、エネルギータッチなどをやって、電池にしっかりとつながることができたら、うん、まずはそのカバラでは 天から降りて、天が出発なのが大事だみたいなことを言ってて、うん、で、でちなみにあれなんですよ、生命の木って実は木、生命の木、あれ 図で書くとその合ってるというか、死の木じゃない方の生命の木って、うん、根っこが天なんですよ。あ、知ってます、さすがですね、うん、なんか聞いたことある。そう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 、で逆さま、そう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 、それが大事で、要は根っこが天であるっていうことが大事で、うん、でそこからエゴっていう、うん、3点しかいませんけど、うん、天から流れてきた光がエゴっていう場所にある、うん、ものを通ってその先三次元化されるんですって。でそこで大事なのがそのエゴっていうところに鏡があるみたいで、うん、要はそのエゴっていうところの鏡が曇ってると、うん、そのせっかくこう来ている、光をこう反射させて、自分が持ってる鏡で反射させて、地上にも全く同じように具現化、うん、その光を具現化するみたいなイメージみたいなんですけど、うん、なんかそれが曇ってるとできないんですって、うん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 、なんか 2% しか反射させないぐらい曇ってたら 2% しかやっぱりその具現化できないしみたいなのになるんですって、うん、いやそういう意味でも内観ってすごい大事で、うんうん、内観をすることによって、あるいは
人の言い方、いろんなクリアな、クリアリングですね。クリアリングの方がいいかも。うん、クリアリングすることによって、で、クリアリングの手法に内観があったり、ヒーリングがあったり、うん、いろいろあるわけですよね。だからその、うんうん、自分自身のクリアリングっていうことをすることによって、その鏡をしっかりと磨いて、ピカピカにしておく。うん、で、この、もう本当に、鏡が光をしっかりと反射できますよ、100% っていうふうに、あったり、あるいは、うん、100% 以上のものを、うん、まあ、どうなんでしょうね、とりあえずいいや 100% でなんか、うん、なんかでもいいや、なんとか私が今なんか感じたのは、天からの光、うん、自分が天地人で通せる天からの光っていうのがあるじゃないですか、うん、でそれを 100% 反射できますっていうだけじゃなくて、なんかこう、うん、これはね、どれだけ自分がオープンハートであるかっていうことによって変わる気がするんですけど、うん、なんかオープンハートであればあるほど周りにいる仲間たちの光も反射できて、うん、100% 以上の光で具現化できるみたいなことがあるような気がします、うんうん、ありそうありそう、うん、そうそうそう、なんかそんなようなことらしくて、うん、どこに落ち着けようと思ってたか忘れたけど、なんか そんなようなことみたいです。そうそう。なるほど。あ、そうそうそう。で、シノキっていうのがあって、シノキは、その、ひっくり返ってる状態なんですよね、これがその、うんうん、生命の機能、うん、だから下側が根っこでってなると、うん、なんかその三次元的なこととか思考的なことから考えて、うん、っていう順番になると、なるほどね、ヒノキになっちゃうよっていうことみたい。なるほどね、まさに今多くの人がシノキの状態だっていうことだね。そうだね。そうなんですよね。まあ、私もまだまだだけど、なるほどね。うん。そう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 。だからね、エネルギータッチすごいよね。すごいね。でちなみに、うん、まあ、宣伝も兼ねて、次はそのイベントはいつやるんですか？宣伝ですか？ただいま2018年12月24日ぐらいですけど、はい、次が2019年。うん、ラジオ的にはどうしようかな。あれに書いておきます、コメントかなんかに。あ、なるほどね、うん。はい。お願いします。はい。あと、そうね、ホームページとかが整った際にはイベントが見れるホームページのページとか貼っておけるようにしたいなと思います、うんうん、はい、じゃあね、もしこれを聞いて興味を持った方はぜひね、ホームページ、まあ、そのうちハートンプレスパークって検索したらもう出るようにホームページとかね、うん、なると思うんで、そうやって検索していただいてイベントのところを、うん、見ていただくっていう形でもいいかなというふうに感じます。はいはい、ね、宇宙の音楽もね、すごい面白いしね、うん、いろんな人に体験してもらいたいよね。はい、ぜひぜひ、まあ、今リアルタイムで聞いてくださってる方は、2019年1月17日ドミソと宇宙の音楽ワークショップ交換ワークが19日アット元気と、1月は30日がアットオンになります。はい、1月17と19と30にあるって言った？そうです。はい、だそうです。ありがとうございます。興味のある方はレッツ連絡。ありがとうございます。今は Facebook でやってます。はい、未来の皆さんはホームページ整った頃にはホームページからお問い合わせください。そうですね、はい、って感じですかね。はい、なんかもうちょっとなんか出てきた気がしますね。ちょっとテーマ、うん、お金のいらない国行ったら何をしたいか、うんうん、
なんかもうちょっと出てくる気がするので、もしかしたら第7回でこれにの続きとかを話すかもしれないです。はい、という感じで一旦第6回は終えていきたいと思います。はい、楽しかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回終えていきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。